シルバス、世界が回るよ。喋るな、喋るぞ。どうだった？聞かないで。完全に船酔いね。でも全然平気だったんですよ。酔い止めも飲んでましたし。切れたんじゃないの？切れる？そりゃ薬だもん、いつかは切れるでしょうよ。そっか、そんなに長いこと乗り物に乗るなんてないから考えなかった。ひなたのバカ。なんで私なんだよ。薬飲んでよく寝ること、あとはご飯はちゃんと食べる。え、食欲ないだろうし、食べても戻しちゃうから嫌なのはわかるけど、食べないとどんどん体力が持っていかれる。最終的には点滴で栄養補給ってことになるから。そっか、そうなったらいくら鍛えても意味ないでしょ。よし、配色用意。カナエさんが言ってたでしょ、南極で足手まといになりたくなかったら無人でも食べる。全部出ちゃった。ゆずきちゃんも全部出ちゃった？言わないでください。あー、揺れないでくれ、ちょっとでいいから止まって。今止まってるらしいですよ。嘘。